皆さんお疲れ様でございます。私の方からは、本日第29回の埼玉県新型感染症専門家会合が開催をされました。そのことおよび、国に対し、この後でございますが、結論から申し上げますけれども、まん延防止等重点措置の更新、つまり11日をもって現在のまん延防止等重点措置は期限を切れることになりますけれども、この更新、つまり延長ですね、に関して公示を国が行うことになっています。埼玉県が今公示の対象ですけれども、この公示の更新を求めるための要請をこの後8時40分に書面で行うことといたしました。その2点について今日はご報告をさせていただきたいと思います。まず最初の、埼玉県新型感染症専門家会合でありますけれども、我々の方から、現状についてご説明をし、陽性率が新規陽性者が、全増していること、それから、変異株が置き換わり始めて多くなっていること、さらにはこの、ゴールデンウィークの後の状況がどのようになっていくかということについてもご意見をこれらを話した上で、いただきました。またその際については、国がもちろん基本的対処要領を出してからですけれども、措置を我々決定する必要がございます。そこについてのご意見もいただきました。なお我々の方から諮問をしたことにつきましては、まずはこのまん延防止等重点措置の更新を国に求めることの是非をまず伺いました。そしてそれに伴って措置については原則は現在お願いをしている地域に対し、今日1都3県で合意をした通り5月の31日までをめどとして、酒類の提供なども含めて、原則としては同じ措置、そして、学校等でクラスターも出てきているので、学校での その対応とか、あるいは商業施設等についてどのように考えるかということを先生方にご意見としてお伺いをいたしました。で、最終的に結論といたしましては、すべての先生からが繰り返しておりますけれども、我々から行わさせていただいた諮問については、その提案内容について全面的に賛成であるというお言葉をいただきました。なお本日からこれまでの医療を専門とする方々を中心としたこの専門家会合に、経済界より3名、労働界より1名が新たに、ご参加いただきましたけれども、これらの委員につきましてもご賛成をいただいたということであります。私の方からは以上であります。ただいま知事からご報告をいただいたところですけれども、まずこのまん延防止等重点措置ですけれども、これの延長についてということでございます。これについては全員が賛成であるということでございます。その中で多少議論されたところは、1都3県で同じような行動を取りましょうということになっているわけでございまして、今知事からもお話があった通り、知事間でのお話し合いはしょっちゅうあるというふうには聞いているところでございます。その中で東京においては緊急事態宣言であり、3県においてはまん延等防止、まん延防止等重点措置であるというこの違いについてということでございます。そういう中にあって、東京都と3県とではこの感染者の増加について差があるという意見が全ての委員から出たわけでございます。従いまして東京都が、緊急事態宣言、そして、3県がまん延防止等重点措置、これでいいのであるという、意見で一致をしたところで、ございます。ただし1都3県で同じような行動を取るというのは前々からお話をさせていただいてますし、実際にそうをされてきたところでございます。1都3県でというところについて、
それではどういう違いがあるのかということになります。そうしますと、まん延防止等重点措置を今後も続けていくということでございますので、より厳しい内容にしていくということで意見が出されたところでございます。その内容ということにつきましては、例えばでございますけれども、商業施設について等のお話もございました。これについても厳しくした方がよかろうということ、東京等におきましては百貨店等を閉鎖をしているわけでございますから、閉鎖をするということにはないにしろ、ここについては重点、少し尽くした方が良いのではないかということ、もう一点はクラスターが発生する場所というのはいくつかございます。これは作業場でありますとか、事務所でありますとか、外国人コミュニティにおけるクラスターの起きる場所というのがあります。このクラスターの起きる場所について、ここについては、特に留意をして、発生をしないようにということで、いろいろな点で、いろいろな点を注意をしていきますけれども、お守りをいただきたいということを提言をしていただきたいということでございます。それから今後のことでございますけれども、今後もしですけれども、もしこれも明日とは言いませんが、数日のうちに急激に感染が増加したときにはどういうふうにするのかということでございますけれども、全ての委員からさらに措置を強める対策を取るべきという発言はございました。さらにこのそれでは31日以降ということでございますけれども、その先の段階的な緩和措置というようなものについては、その時点での考え方になるけれども、そういう緩和するものもある。一つについては数日のうちに急に強い措置を取らなければならないという状況もあるというようなお話が出たところでございます。もう一点、今授業場等での感染のお話をしましたけれども、学校内の感染についてということでの議論がされました。これについては、学校内という学校というものは、医療施設、介護施設、高齢者施設等々でクラスターがよく発生するという話があるけれども、学校もクラスターの起こる措置であるというお話がございました。そういうことから学校というものを、守らなければいけない。しかしながら学校というものに対しては子どもたちのためということで、それを制限をする、子どもたちの教育等を制限するものであってはならない、また部活についてもそうなんだけれども、というものに話が出されました。しかしながらこの部活においてというのは、どうしても学校内の感染については部活における感染が非常に多いということから、これについては今後とも検討をしていくということが言われたところでございます。それから学校の点でいきますと、学校での感染、これは皆様方ご案内の通りですけれども、感染者が一番多く出ているのは家庭内感染、これが圧倒的に多い。今、部活の話をしましたけれども、家庭内感染の問題が多いということ、それがありますので、家庭内感染については今後これとは別途のところで協議をする必要があるというような意見が出されますので、じゃあ会社お願いします。ありがとうございました。本社の参考新聞のまとめです。よろしくお願いいたします。まず記事にお伺いいたします。今、田中長が商業施設の厳しい対応というふうなことをおっしゃいましたけれども、これは休業要請とか、そういったものを想定しているのかなと思うんですけれども、その専門家の意見を受けて、検討して今後どういうふうに対応していくかというふうに思います。まず先ほどお話を申し上げた通り、措置そのものの中身については原則はこれまでのものと同じであります。したがって新たに商業施設等に対して、例えば休業とかですね、閉鎖とか、そういったことについて今回お諮りをしたわけではありません。
そして先生方からも商業措置の施設について気をつけるべきポイント等についてのご意見をいただきましたけれども、そもそも商業施設そのものをですね、閉鎖しろとかデパートをやめろとか、こういったご意見はお一人からも出なかったというふうに理解をしております。いずれにいたしましても、これから我々の今日の要請は工事の更新でありますので、これをやっていただいた後に国の基本的対処方針が出てきたときに、先生方のとのご意見を照らし合わせながら最終的に措置については決定をすることになりますが、現時点では大きくドラスティックにというんでしょうか、変化が行われるということを事業者に対して求めるという部分はほぼないというふうに理解をしています。もう一点ですね、延長の要請をしたということでよろしいですか。8時40分に国の方に要請をしました。はい、それを受けてですね、国と事業者へのメッセージをお願いいたします。はい、これまで20日からですけれども、埼玉県に、まん延防止等重点措置が適用され、当初は埼玉市と川口市、そしてその後は13の市、町に拡大をして、皆さんにご協力をお願いしてまいりました。で、本当に多くの事業者の皆様、県民の皆様、そしてその一方では医療福祉関係者等の多くの方々のご協力で、今少なくとも一部の地域で行われて見られるような急激な新規陽性者の拡大というものは埼玉県では今のところ起こっていません。ただすでにお示ししている通り、変異株の割合等も増えているので、まだまだ残念ながら解除をするとか、あるいはその完全に安全な状況になったということを申し上げるまでには至っていません。ここで気を抜いてはいけないというふうに考えており、我々としては、再度埼玉県に対してまん延防止等重点措置の工事を行っていただくべきだという判断に至りました。最終的にはもちろん専門家の先生方のご意見もお伺いいたしましたけれども、我々県として改めて県民の皆様、事業者の皆様にお願いを今後することになります。ぜひですね、今の状況で、そしてワクチンが入ってくる、それからそのゴールデンウィークの後の影響も出てくるかもしれない、こういう状況でありますので、引き続きというか、さらに、強力な県民事業者の皆様のご協力をお願いをさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。金田町、はい、4月の20日に重点措置始まって、10日以上ですけれども、これまでの措置の効果の評価と、あと措置を延長するということで、同じ内容で延長するということですけど、それで5月31日までの感染状況をどれだけ改善させることができるとお考えでしょうか。まず最初、重点措置の効果があったかということでございますけれども、重点措置の効果があったというのが、専門家、我々も含めてですけれども、あったというふうに理解はしております。これはわずかに増えているんですけれども、大阪等に神戸、兵庫県、それから大阪府に見られるような変異株が入りました、変わってきましたというふうに、かなり急峻な角度で増加があった、そういうものをかなり抑えているということから、効果があったというふうに考えています。それから31日まで延長した場合の効果についてですけれども、先ほどお話をさせていただいた、最終的には、細かい詰めまでこれから することになるかと思いますけれども、今現在考えている措置、やはり今までも重点措置より厳しい部分は必ず入っています。したがって効果が見られるというふうに期待をしています。厳しい措置が入ってくるというのは、はい、厳しい措置といったのは、先ほどお話しさせていただきましたけれども、大型商、デパート等ですけれども、ああいうところについても今東京について、緊急事態宣言については止めてますけれども、止めないまでも制限をするであるとか、そういうことをするということ、
あと一つ大きな措置としてはなりますか。まあ、検討しますけど、業界ごとに。ああ、そうですね、はい。先ほど言った業界ごとの話がございます。そこについては介入をしてということ、これは県のことでやっていただきますけれども、介入をしてということで、しっかりくださるとはおっしゃっています。ありがとうございました。感謝から以上です。各社さん、お願いします。よろしいですか。今日はもう帰れる。日刊法務審の阿部と申します。本市に質問をいただきます。今回初めて経済界から委員の方が入ってこられたということで、その狙いの部分であったり理由についてちょっとお伺いしたいです。はい、まあ、当然その感染症に関しては医療等の専門家が大変大切だと私どもは思ってきましたし、それらの方々からのご意見を、お伺いをしてきたのない、ご意見をいただくことが大切だとこれまで考えてまいりました。この考え方は全く変わっていませんけれども、その一方で人の流れとかあるいは事業者に対するお願いとか、こういったことをやらざるを得ないのがこの新型コロナウイルス感染症です。以前から申し上げている通り特効薬があるわけでもなし、現時点でワクチンが非常にその広い範囲で、浸透しているわけでもない中で、お願いベースというんでしょうか、それをやらなきゃならない中で経済界のご意見もしっかりとお伺いをすることによってより効果が出るということが一つ、それから二つ目にはこれ、東京大学の藤田先生などの、やはり分析などでもそうですけれども、経済と医療はトレードオフの関係にあるという、そういった論文が最近多く出ています。そうだとすると、やはりその医療をどこまで優先させることによって経済を制限するのか、経済をどこまで考えることによって医療とバランスを取るのか、こういったことについてはやはり両方の専門家の方々のご意見をお伺いしたい、この2つと、さらに3つ目は、今日も実は出ましたけれども、ウィズコロナ、アフターコロナの対応についても、今後、生かしていきたいと思いますので、この3つについて、両方の医療の専門家と経済の専門家が、そして今回、労働の専門家が入ってますけれども、こんな一堂に会することは意味があると考えて、お願いをさせていただきました。新聞のアバンと申します。金井会長にお伺いしたいんですけれども、先ほど具体的にその商業施設という業界がありますが、どういうことを懸念して、具体的にどんな強い制限を今すべきだというふうに考えてらっしゃるのか、例えばこう人数制限とか営業時短なのか、どういうことを考えているのか、もしかして細かく教えてくださると助かります。大型施設というお話をさせていただきました。大型商業施設です。デパート等、ショッピングセンター等を指すというふうにご覧いただけたらいいかと思います。まず施設について、で内容についてですけれども、これは人流の問題があってということがあります。ご案内の通り、デパート内で、クラスターが発生したというような話は聞いたことはないので、そこを持ってということではありません。人流を防ぐという意味からすれば、やはり制限をするべきということで、制限の内容まで踏み込んだというところまではいっていませんけれども、制限をするべきという考えです。今回具体的にそういったデパートとか商業施設という名前が上がったのは、どういった理由が一番大きかったのでしょうか。やはり集客の問題だと思います。人流を防ぐという問題ですので、意味合いですので、人流を少なくするということの考え方からすれば、人が集まりやすいということ、それからもう一点は、東京が閉まっているということ、これは確証も全然ないんですが、そういうことから、東京に隣接をしたデパート等、埼玉県に入ってくるというような可能性もあるのではないかという話もあります。すみません、朝日新聞の河野と申します。お疲れ様です。金井会長にちょっとお伺いしたいんですけれども、
池本ちょっと変異株についてです。今回その重点措置を延長する場所の措置として、変異株の拡大ということで、昨日時点で6割を超える数ということですけれども、これはもうその従来株に置き換わって市中感染が広がっているというふうに見ているということでいいのかということと、今後その感染者数を押し上げる要因としてこう懸念されているのかというところをちょっと改めてご提供教えていただきたいです。あともう一つがちょっとまだ気が早いかもしれないんですけれども、重点措置が今度延長になって、31日までとなった場合に、今後先ほどおっしゃっていたという緩和的措置に移っていくため の, そこのこう必要な要件というか、特に見られる指数とかそういったものがあれば教えていただけますでしょうか。まず変異株の問題ですけれども、変異株の問題について今お話の通り、今 60% を超えという形になっているということがよく報道されているところですけれども、実際そうかと思っております。これがさらに増えることは明白だというふうに思っております。でこの変異株が増えるということ、これが従来株と違うところといえば感染力ということになります。当初言われていたN501Y か、それについて言えば 1.7 倍とよく言われてました。感染力が 1.7 倍、それが今国内で言われている、1.7 倍まではいきませんけれども 1. 数倍、かなり、感染力は強いということは明らかです。したがってこれがまん延防止等重点措置を強くしてさらに延長する理由になったことだけは確かで、それともう一点は何でしたっけ。31日まで、わかりました。31日まで、延長した後の緩和をしていくかというのの指標、目標ということでございますけれども、それはまだ明確にはしておりません。今後とも専門家会議等を数回開くことになっていくかと思います。その中で、検討をし、決めていくことになろうかと思っています。朝日新聞の配布申します。これは知事か金井先生か、先ほどちょっと日経さんの質問にちょっと関連するんですけれども、大型商業施設、デパート、ショッピングセンターに対して何らかの措置を必要ということなんですけど、これは、重点措置区域内ということなんでしょうか、それからこれその県内全体という話なんですけど、どういう感じなんでしょうか。今日は専門家会合でありますので、どの区域のどういった施設に対してと具体的な話というよりも、先ほど金井先生がおっしゃったように、デパートの中で具体的に感染するというエビデンスは確かにそんなあるわけではないけれども、デパートが開くことによって人が流れている、こういったことについての懸念というものが専門家から示されたということでございますので、その具体的に重点措置区域であるかないかとか、あるいは何とか市だとか、そういった話が出たわけでは今回は全くありません。今後はこれを我々で引き取らせていただいた上で、それをその適用していくことになりますので、我々としては現時点では決めているわけではございませんが、ただ専門家のご指摘については重く受け止めていきたいと思います。先ほどから人手の話が出ているかと思うんですけれども、ゴールデンウィーク中の、というかまん延防止措置、重点措置適用中の人手について、知事の認識を改めてお聞きしたいということと、今日多分専門家会合でその点説明があったのではないかと思うので、議員の皆さんの受け止めを、金井理事会長にお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。はい、まず、ゴールデンウィーク中の人手ですけれども、まずマクロというか全体で言いますと、我々として、ゴールデンウィーク、とにかくそのステイホームというお願いを、させていただいてまいりました。でそれについては昨年の、4月の例えば緊急事態宣言と比較をして、残念ながら我々は期待するほど減らなかった人手については、特に昼間ですね、夜についてはそうでもなかったんですけども、昼間の人手については、そこまで減らなかったというのは大きな、やはり我々としては問題で なりかねないというふうに、思ったところであります。
他方でそのミクロというんでしょうか、先ほど亀井先生の方からお話がありましたけれども、一部のデパートなどではやはり東京で閉まっているために、同じお店というんでしょうか、それからこちらに来られたのか、こういったそのご報告も、一部ございます。ただ、さはさりながら、それぞれのショッピングセンターや大型の施設等については思ったよりも混み合わなかったということも今日ご指摘をいただいたところでありますし、あるいは我々としてもそういった商業施設から聞いているところでございますので、そこについてはそこまで深刻な状況になったわけではないけれども、ただし先ほどからで話が出ているように、人の流れそのものをこれから抑える措置として、つまりどこどこの職場のクラスターだとか、どこどこのデパートの中の例えばアテションだとか、そういった話ではなくて、そもそもの人の出を抑えるためのもう一歩の措置が必要になったのではないかというふうに指摘をいただきました。また日中の東京に遊びに行こうと思った人が東京から来たのではなくて埼玉県にとどまった、こういった人もいたのではないかと、こういう指摘も今日はいただいております。ここにあるこれは資料をいただいたものですけれども、緊急事態宣言明けが3月の21日で、そしてまん延防止等重点措置が取られたのが4月の20日、その間でございますが、その間は緩和措置ということになっておりますけれども、この間の、20時時点の人流人出ですけれども、これは、大宮駅周辺で取られたものですけど、かなり多かったということだけは発言をしています。したがって、緊急事態宣言当然ですが、まん延防止等重点措置も効果があったというふうに考えています。よろしいですか。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。